やあこんにちはこんにちはあねえ調子どう普通かな今日花火みんな行くんですか花火大会が来週あるんだってね。ああいう人が多いの俺は苦手なんだよな。ああそれじゃ誰か他を当たってみっか。やっぱ楽しそうだな結構行きたいかも。喉乾いたなこれ飲めばこれっていわゆる関節キス。意識した喉は乾いたまんま待ってる左手にほんの少し触れてみる。つなぎたいだけどポケットに隠れた本当は気づいてるほんの少しで届く距離。つなぎたい本音背中に隠すの。花火大会行きたいな何怒ってんの気に障ることしましたっけ。ヒントなんか今日は違う気がしませんか。わかった気にしないでいいよ太ったこと殴るよ15センチ。切った髪に気づけ。お腹すいたなこれ食べて。これっていわゆる手作りクッキー。夏なのに喉が渇きますね。本当は気づいてるほんの少しで届く距離。つなぎたい掴む袖口引いてみる。綺麗だねああ綺麗だよ遠くから見てただけの花火が今目の前に。時を止め帰りたくないよね今日は。好きかもね待ってる左手にほんの少し触れてみる。つなぎたい君を黙って奪うよ。本当は気づいてるほんの少しで届く距離。つなぎたいキュート握り返すよ。東京サマーセッション歌わせていただきました。聴いてくださりありがとうございました。せっかくの夏休み、夏祭り、プール、皆さん、ぜひぜひいろんなところに遊びに行ってエンジョイしてくださいね。私たちのライブにもぜひぜひ夏の思い出として来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。夏終わりには1周年ライブもあるので、ぜひもうそこは9月3日、私たちのためにぜひ予定を空けておいてくださると嬉しいです。